次についての話だろうか。ではここで皆さんに重要な連絡があります。なんと七不思議も残り一つになりました。というわけでラストは未来を映す鏡だ。今回もよろしく頼むぜ。と言ってももうほとんど分かっちゃってるんだけどな。なん？うん、そうだね。未来を映す鏡は何を隠す？水木先生のカウンセリングのことなのだ。水木先生のカウンセリングはこの学園では有名でね。放課後に空き教室を使って生徒の相談に乗ってくれてるんだよ。かくいう私もその一人なんだけどね。あの時はお手持ちでその空き教室に大きな鏡があるんだ。おそらく水木先生をその大きな鏡に見立てて作られた。で、さっき頼むぜと言っていたが、ここまで推測がついているのならもうやることはないんじゃないか。オカルト研究部をなめていませんか。ナナミ、お前は推測だけで記事にできるか。いえ、できません部長。そうだ、我々は憶測や推測だけで決して結論とはしない。それがオカケン魂だ。ということで、水木先生のカウンセリングを受けたことがある生徒の話を集めてきてほしいんだ。みんな聞き込みよろしく。そういうことだったら僕は生徒会の方がふさわしくない。悪いが、この件には力を貸せそうね。ではここで失礼するよ。頑張ってくれたまえ。九条、お前にはおかけん魂あるわけないだろ。ところで何をしている。教頭先生、生徒が勝手に入っていい場所ではありません。君たちは確かオカルト研究部の二人ですね。ちょっと校長先生に聞きたい。君たちはまだ校長先生を探して。学園としても生徒の心のケアも必要。職務として当然のことをやっていただいているだけです。なのでこんなことを調べる暇があるのでしたら勉学にもっと力を入れるよ。はい、わかりました。ではどこに行くんだい。よし、行くよ。
てな。先生が生徒の情報を話すわけないだろ。何をしてるんだ。廊下を歩いているだけですけど。嘘をつけ。今お前、水木先生に何かしようとしてただろ。セリングだと。やめろ。お前たち、水木先生には近づくな。
赤点は免れたけど、やっべ。よかった。あんたにまで抜け駆けされたらどうしようかと思った。なんだよそれ。聞いてよ、巴のやつさ、今回トップ30に入ってんの。マジかよ。前回は私と一緒に赤点補修組だったの。でもさ、感じ悪いの。成績が上がった途端態度悪くなってさ、ずっとイライラしてるんだよね。トップ30か、羨ましい。そういや、うちのクラスにもいたわ。ずっと赤点だったやつが今回。よし、私あと1問で終わり。いつの間に。命令するのよ。ですから、ここはみんなで使う場所なので、一人でそんなに場所を占領されるとですね。どいつもこいつも偉そうに見てんじゃないわよ。いいわよ、出てってやるわ。この子らしいね。それは
忙しいと言っているじゃないか。そうは言うけど、ここまで来てるってことは気になってるんだろう。な、僕はそんなつもり。何を言い合いしてるの。お、帰ってきたな。こいつは気にしないでいいよ。さあ、調査結果を聞かせてくれ。オッケー、じゃあ報告するね。してもらった内容からも、やっぱり未来を映す鏡の話は水木先生で決まりだな。どういうこと。藤沢学園の七不思議、すべての謎解明。部長やったね。ああ、やったな。正直卒業までにできると思う。これもあんたのおかげだな。ああ、九条もありがとな。僕はついでか。でも、よかったな。一つのことをやり遂げるというのは大事なことだ。以上か。バカ、誰が泣くものか。マジか。会長、やっぱりここにいた。近頃オカルト研究部の皆さんと仲良すぎですよ。千夏くん、油売ってるんですか、この忙しい時に。さあ、生徒会室で仕事が待ってます。帰りますよ。千夏ちゃん、九条くんのお母さん。まったくだな。な、君が無理やりここへ連れ。どうしたんだいそれ。拾ってくれてたんだな、ありがとう。どこで拾ったんだ。そうか、歩いていた時にでも落としたのかな。そのボールペン、若葉先輩のものだったんですね。千夏ちゃん知ってるの。見かけた程度ですけど、先日返品をした時計塔の没収品の中にありましたよ。待て、それがなんで廊下に落ちた。お、新たな不思議が発生だ。次は謎の。おいおい、人のボールペンをオカルト扱いするな。お前さん、部屋に戻って話しない。お前さん、千夏の持っていたサプ。まさか千夏が言ったように、近頃
が荒れていると感じないの？悪魔への対価で暴力的になるなんてありそうなことさ。もしカウンセリングを受けた生徒全員に飲ませていたとしたらと思ってね。さて、私からお前さんへの話はここまでだ。お前さんならそう言うと思ったよ。と言ってももうちょっと情報が欲しい。もう一度カウンセリングを受けた生徒に話を聞くかい？お、来たな。七海は一緒じゃないんだな。まあいいか、聞きたいことがあって待ってたんだ。昨日返してもらったこのボールペンなんだけど、実は記憶メモリになってるの気づいた。どうしたのね。あの後さ、中身を調べてみたんだけど、私の知らないファイルが入ってた。お前さん、ASEV01 って。何かのリストっぽいんだけど、ここの欄に人の名前が書いてあってさ。そうなんだよ。何なんだろう。ちょうどいいじゃない。ここで何だよそれ。それが何の関係があるの。まさかあの時飲んだサプリってこのリストに書かれて。ちょっと待てよ。私はわけのわからない実験に使われてたってのか。やっぱりこの子も飲まされていたんだ。どうしたの？二人して難しい顔してさ。さあ、どうする？誰がこんなことして喜ぶんだよ。誰かな。あっ、謎のボールペン。そうそう、確か君がボールペンを拾ったのが廊下で、千夏ちゃんが見た時は。ってことは誰かが没収品の中から持ち出して、没収品から持ち出した人物が特定できれば。ファイルを入れた人物もわかる。七海にして抑えてるな。私はいつも。はい、となると没収品に近づけた人物は誰かだな。まずは千夏ちゃんに話が聞きたいな。九条、千夏ちゃんいる？千夏くんはちょっと出かけてるよ。すぐに戻ってくるはずだな。彼女、ちょっと聞きたいことがあってさ。戻ってくるまでここで待たせてもらうぞ。感じってなんだよ。一旦保管された没収品に近づける生徒はほとんどいない。皆無と言っていいほど
ん場所は職員室だから生徒が勝手に出入り。じゃあなんで千夏ちゃんは募集品の中に入ってたって知ってたんだよ。まあ君は気にしないでいいよ。千夏くんはたまたまそれを知ることができたって言うんだよ。それよりも僕は。ただいま戻りました会長。ご苦労様。皆さんがお待ちかねだ。え、私をですか。あの、私のボールペンについて聞きたいんだけど、欲しい品の中にあったって言ってたよね。その時のことを聞かせて。あのボールペンですか。お話しさせていただくのはいいのですが、そんなに話すことがあるわけではないです。そうですね。私が初めてあのボールペンに気がついたのは、募集品を検品してリストを作ったとこのボールペンは記憶メモリがついてますよね。変わったボールペンだなと思って。千夏君はその段階で記憶メモリがついてることに気がついたの。中を確認したりした。はい、あの時は誰の持ち物か分からなくて、特定できるデータが入っているかもしれないと思い確認してしまいました。よし、それはいいんだ。で、この時何か入ってた。あのファイル入ってなかったんだ。確か検品が終わった没収品は千夏くんに返却をお願いしたね。はい、松原先生へリストと一緒に返却させていただきました。となると松原先生もあのボールペンが記憶メモリになって。そういえば松原先生って近頃なんかブツブツ。子供廊下をうろうろされていましたよ。もし松原先生がボールペンを探しているとすれば、あのファイルを入れたのは先生。千夏くん、すまないが僕たちは出てくる。あとはよろしく頼む。先生、あのファイルは。あれは水木先生のファイルだ。水木先生。ではなんで松原先生が。簡単に言えば盗んだ。ちょっと待ってくれ。どこから話せばいいか正直俺も混乱しているんだ。お前たち近く。確かに以前より生徒同士のトラブルが増えましたね。生徒会として。ああ、だから千夏ちゃんがよく実会をしてたんだね。最初は気のせいだと思っていたんだ。受験なんかでストレスを感じる年頃だしな、そういうこともあるだろうって。だがある時ふと気がついちまったんだ。暴力沙汰とかトラブルを起こした生徒たちが。それはそういった生徒だからカウンセリングを受けてたんじゃないですか。ああ、俺もそう思ったさ。あのファイルを見れば職員室で水木先生が席を立った時、たまたまパソコンの画面に俺はとっさに手元にあったあのボールペンにそのファイルをコピーしたんだよ。後で確認してびっくりしたよ。まさか生徒を使って人体実験をしているなんて。あのファイルの入ったボールペンもそこらに置いておくわけにもいかないんでな、持ち歩いていたんだが。あのファイルに書いてあることって本当に。こんなことが許
されるわけがない。水木先生はなんてこと。水木先生が悪いんじゃない。だってあの水木先生だぞ。あんな生徒思いの優しい先生が人体実験なんてできるわけがない。それにだ、あれに書かれていた薬だって個人でどうにかなるもんじゃないだろ。確かこの学園の資金を出した芦屋製薬だ。作った薬をこの学園で試してやがるんだ。きっと校長もグーに決まってる。かわいそうに水木先生は無理やりやらされているんだ。かわいそうな私たちも。ナナミ、ああ、だってそうじゃん。大人の都合で知らない間にそんなわけのわからない。そうだな、タグラの言う通りだ。お前たち生徒が一番の被害者だ。先生に頭を下げられても解決はしませんよ。それなんだが、校長に話を聞いてみようと思う。あの人が知らないわけないからな。お前たちには悪いが、やっぱり俺には水木先生の気持ちは分かったよ。じゃあこれから校長のところへみんなで行くぞ。お前たちも行くのか。当たり前だよ。もちろん。わかった、じゃあ行くぞ。ふざけんじゃねえぞこの野郎。先生、何かあったみたいです。急ぎましょう。製薬から渡された薬を水木先生に指示して
何？校長、答えてください。待ってください。君たちは何か誤解をしているようです。これが落ち着いていられるか。先生、落ち着きなって。そうですか。君たちがどこまで知っているのか分かりませんが、私が知っていることを正直に、この藤沢学園が芦屋製薬から出資を受けていることは知っています。私は芦屋製薬、あの人には恩があって。あ、すまないね。どうも、私は芦屋校長なんて肩書きはあるけど、私がなんでこんな格好をしてこそこそと隠れるようなことをしているのか分かっただろう。芦屋製薬に何をさせられていたんですか。エバロン計画、生徒を使ったドーピング薬、エバロンの実験。ドーピング薬の実験？芦屋製薬ほどの企業がなんでそんなことを。エバロン計画を実現できれば、それほど大きな利益になるということ考えてみてください。飲むだけで人間の運動能力だけではなく、学習能力までも飛躍的に向上させることが、それはまさに人類という存在をさらなる高みへと引き上げる可能性があるんです。芦屋製薬はその足がかりになる成分を発見したんです。これで水木先生を使って多くの生徒たちへ薬を飲ませて実験をしていたというんだな。確かに水木先生はこのことを知っている数少ない人物ですが、彼女の担当は被験者の観察が主。嘘つき！水木先生が私に飲ませてた ASEV ゼ…なんだって君はあれを飲…厳選された限られた生徒にしか行われていない投薬自体は、隣の芦屋製薬の研究所内で秘密が守られ。だったらなぜ水木先生が ASEV-01 はドーピング薬エバロンのその1型を作ったのが彼女なのです。彼女の作った1型は効能は素晴らしかったのです。被験者の感情を増幅させ、暴走させてしまうんです。さっきの暴れてた生徒や、あの時の若葉がそれだね。さ、どうする？大丈夫ですか？大丈夫。私を襲った彼が薬の副作用で暴走したのだとしたら、早く止めなくては。先ほど水木先生と遠山君が森へ行くのを見、お願いです。彼女を。くそ、俺は校長を見ている。お前たちは森へ行ってくれ。
どこにいるんだよ。みんな別れてす。いや、もう日が暮れ始めている。ここで別れるより一緒にいた方がもう少し先へ進んでみよう。あんた、何か聞こえるよ。どうしたの？いいじゃん、持ってるんだろ。何を言っているのかわからないの？しらばっくれても無駄だぜ。立花さんから全部教えても頼むよ先生。立花さんから手に入れてるんだろ。俺にも少し分けてくれよ。あの人にも困ったものね。誰だ？お前たち。大山、やめるんだ。水木先生もこれ以上あの薬を生徒へ与え。たちからも頼んでくれない？いつもの好青年って感じじゃないね。そんな薬なんて飲むな。体にどんな影響があるかわからないんだぞ。そんなことないわ。私の一型は素晴らしい薬よ。人間をさらなる高みへと引き上げることができるのよ。ちょっとした副作用があるからって水で薄めたような二型を作るなんて。どうやらくあなたが研究所で投与されているのはこれで分かったでしょ。あなたの期待している結果が出せないことは必然なのよ。だったら俺にも一型ってのをくれよ。俺、先生がみんなに薬をやっあなたは恵まれているもの。聞きもしない二型を投与。私の薬は悩みを抱えている。不平等で虐げられている私の可愛い生徒たちを幸せにするためのもの。これを使えばみんなを救うことができるのよ。先生が生徒のことを大事に思ってくれているのならそんな危険な薬を。危険ですって？みんな危険危険って。いいわ、見てなさい。水木香織、みんなを救うのよ。
くわよ。なんとか暴走を止めることができたみたいだね。私は一型があれば救えると思ってた。みんなだけど周りの大人たちは真剣に向き合おうとしない。私が生徒を救うしかない。助けたかったのよ。話を聞いてくれるだけでよかったんだ。そう
心配しないで。もう生徒あの子ということを忘れてないか。真面目に勉強しないと進路に困るぞ。さてと、僕は千夏くんに怒られ、私たちも部室戻ろうぜ。次どうするか作戦会議だ。またお会いすることになるとは。私もつらい。随分といい線行ってたんだけどね。まだ確信に触れていないようだ。何か忘れていないかい？それはちょっとしたことの積み重ねなのかもしれない。私はこれでも君を高く評価しているんだよ。きっと次はうまくいくさ。と言っても、くれぐれも急ぎすぎないようにね。次はよろしく頼むよ。